どうも、おはようございます。来てないですね。あ、来てないですね。これがいつものね、合図です。来てないです。あ、まだ油断ができないですね。いやいや、お疲れ様です。どうもどうも、練習に来ました。今日はね、日常ブログ。さあ、今日もボビオロゴン来るのか。ああ、ちょっとなんかやりますかな。違いできます。いや、一個違いありました。よし、次はちょっとライトスパーリングやるかな。いや、いつもね、こんな感じで練習してます。もう20年間ぐらいやってますね。これね、ライフワークというかね、僕はライフワークしようとは思ってなかったんですよ。これきついから途中でやめるだろうなと思ったんですけど、そんな気ありました、昔の。あ、やめるって。僕はもう同じだ。30万と思ったんですけど。同じだ。そういうこと。30の頃にグルバスがパンダに来たよ。はい、体重戦が始まって。そうだ、やめるやるタイミングが。はいはいはい。でもあれですね、そう考えるとチャンピオンになってる時ですら次何やるか決めてないんですよ、道場やるとか。あ、何にもあれ、格闘技終わった後適当に作らそうと思いました。やっぱり当時は、中卒、高卒で、世界やって、大卒だったんで、遅いと思ったんですよね、逆に。だから、時間がないから30まで頑張って30までダメだったらもう突っ張り倒だって。で、なんか何をやる、なんか普通に働こうと思ったんですよね。で、なんかそういうのが出てくるためにピンクラボみたいなやつが、地元人じゃないのがボンヤルトだったんだ。あ、思ってたんだ。ファンクラスをしてみたいな。やり方もわかんないから。あ、はいはい、やり方を。あ、なるほど。いやいやいや、僕もわからないですから。そうか、私もね、なんとなく何やるかは全然決まってなかったけど、なんか、そういうなんか縁ですね、これね。勝手になんか適当にね、なっちゃったけどね。そうですね、30ぐらいで。当時は昔もそうですけど、なんかレール乗ってレール乗ってこうしなさいっつって、はみ出たらダメみたいなのが強かったから、ね、ある意味国士官だって日程もそうですけど、ほとんどの人が就職しますよね、90何パーセント、あれぶち破ってゼロからやるってなかなか。その時はいやー、こんなこと言っていいのか、なんかこうまたレスリングのなんて言ったら柔道の就職の道までし、先生裏切る先生ゼロかな、いいのかなと。まあ僕はちょっと辞めちゃってるからなんですけど、あ、辞めてるんですよ、はい、だから辞めてないからまだね、ちょっと違うかもしれないけど。ただ、その大学で教員の免許もちょっといい体験、そうですよね、そう、まあ、自分が好きだったけど、親には申し訳ないな。だけど今思えば、
親の道じゃないですね。あの時は一応はみ出すのも悩みながらはみ出すというか、はもう思いっきり結局はみ出るんだけどあれはちょっとみんなかわいそうだよね。今の頃の方が自由かもしれないですね。そうですね、確かに、収集力が全てじゃないですね。そう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 、誰でも YouTuber になれるしということですね。じゃあちょっとスパーリングに行きます。こんな感じでプロレンが復活してます。やってますよ。恐ろしいね、こんなの入ってこないよね、こんなやつが、うん、怖くてこんなことばっかやってね、何十年時が過ぎ去りました。あれちょっとそれできたと思った。ちょっとどうした？あなたの顔入に来るだろうが。いいなんで来たの？いや、あなたの顔入に来たんだ。怖いな。今日はもういないと思って。ないわけない。来るでしょうよ。すごい。なんだよこれ。すごいねこれは。やばいで、むずむず。これどうしたのこれ、ね？なんでこうなっちゃったの？俺も知らないんだよ。何これ知らない。大してやってないでしょ。いやでも大してやってないでしょ。これ恐ろしいのは大してやってないんですよ本当に。みんな見てないと何この格好おかしいぞ。これはこれで歩いてるんです。これで歩いてきたのでしょ。いやーすごいわ本当に。じゃあちょっと練習やるみたいなんで見てみましょう。見てみましょう。だって俺見たらグローブ取ろうって。あぶねえ、逃げれねえ、逃げれねえ。やけきにはタップねえんだよ。ダウンするわけだ。あ、いいか、力が強すぎて外れないんですよ。おお、すごい。うまい。あれ普通の返し方じゃないの。あれはすごい。あんな頭良かったっけな。返し方すごいな。ナイス、イエーイ、ナイスボディ、どっちも。ナイス、ナイス。練習終わります。ボビーさんは終わりだよ。一発入れて、ボビーさんが切れたのも分かった。なんか当たったよね。あ、一発もらった。なんか当たったね。ちょっといい、
フックだっけ、ね、そういうのも懐かしいからよかった。たまにちょっともらうとちょっと大体2回目は飲みになるけど、3回目はボビーとやりたくないわって言われるの、だから気をつけてください帰れもう帰れ気をつけます、気をつけますっていうか、まあそうなると思うよということで今日終わります。ありがとうございました。おさこ